フィービーはイギリス海軍の軽巡洋艦、大同級。フィービーはフェアフィールド社で1937年9月2日に寄港され、1939年3月25日に浸水、1940年9月27日に収益した。1941年4月に地中海の第7巡洋艦船隊に編入され、地中海で活動。 8月27日、バルディアの北で、イタリア軍のサボイア・マルケッティ SM-79、雷撃機による攻撃を受けう現側に、魚雷一本が命中し、死者8名を出した。アメリカ合衆国のブルックリン海軍交渉で1941年11月から修理が行われ、翌年5月にイギリスに戻った。1942年の夏に地中海に戻り、 マルタへの戦団護衛などを行った。1942年10月23日、フランス領赤道アフリカへ向かう途中今後川、川口の沖で、独占有マイナス161に雷撃され大破した。フィービは1943年6月までアメリカで修理を行った。10月、地中海に戻り演芸会の作戦に参加した。1944年5月、 東洋艦隊に編入され、アンダマン諸島やサバン、ニコバル諸島に対する攻撃に加わった。1945年1月、ビルマの戦いに参加。アキャブへの上陸作戦では、砲撃部隊に加わったが、日本軍が撤退済みであったため出番はなかった。1月21日、ラムリー島への上陸作戦で砲撃を実施。続いてチェドバ島上陸作戦に参加。 5月には、ラングーン上陸作戦に加わった。第二次世界大戦後は5年間地中海艦隊に所属した。1956年にスクラップとして売却され、解体された。ありがとうございます。